皆さん、どもどもよろしく、バロシドラゴン TK です。ではね、今回も、エンチャンタイムやっていきましょう。では行きましょう。行くべき場所はどこかな？こっち側か？ぽいんやけど、ない。こっち、あ、こうか。こうか。こうた。こうた。こう、違う。シャレっぽい感じに言ってるけど、エーテルと魔導陣の構造分解。7日間でマスター。魔導師総、ラン、総監。ソーラン。わからん。わからんのかいっていうね。新名、海魔道士、海魔道具地点、ブルードックでもかける魔道陣。何それ。おだからこれなんだ、魔道陣みたいな。この魔道陣。あ、魔道陣やったんや。一体どこに繋がってるのかしら。さあね。なんか、どう見ても怪しいって感じが。来た、また発魔の右腕が。右腕が中二病の設定かやな。それは違うな。ちょっと、何でもない。何でもないわけないでしょ。何よ今の。いつものやつさ。多分デビルゴーレムが近いとこの右腕は反応するんだ。どういう原理かわかんねえけどさ。デビルゴーレムが近いと。じゃあこの先に。ああきっとやつがいる。そう。あのさ、さっきも言ったけどついてこなくていいんだぜ。冗談でしょ。やつはむちゃくちゃ強い。死ぬかもしれない。ここまで来て帰れるもんですか。そうだよ。ダイゴさんもそれでいいのか。私の命はカリン様と共にある。あー、やはりどこかの王家のものにね。何こいつ、誰。いやだから誰お前、後ろからついてくんなよストーカーみたいに。どこにある。ちょっと怖い。ちょっと怖いよ。てかコウタどこ。なんだか変わった雰囲気のところに来ちゃったわね。まあそうやね。一体どこかしら。さあな。壁面の素材などを見る限りでは高度な最先端のエンチャント技術で作られた施設のようですな。へえ。新しい建物ってこと。はい。少なくとも古代に作られたものではないでしょう。まあどこだっていいさ。この施設を調べてみようぜ。クイーンオブアイスがいるってことはきっとここにトーヤもいるんだ。そうやね、連れ去られてたもんね、どうやね、軍用バイスに。え、ここでも敵出てくんの。出てこんといてよ。っていうよりフラグになって出てきたりせんといてよ。ほんまそれやねんな。いや、ほんまに出てこへんわ。え、出てこ、ちゃい、出てくんのかい。あー、ダメだこりゃ。前回に続きフラグ回収お疲れ様やながらね、ほんまね。むざむざやられに出てきた。え、なにこいつ、初めて見た。え、なにこいつ、怖っ。ウェイ、お、倒した。お、マジで。いや、結構強いって。ちょっと待って、うぅい、112。ちょっと痛い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 。しゃ、69、93。おー、結構、おー、いいね。素晴らしいよ。これは調べる。あ、調べられた。エーテル供給全区域異常なし。環境設定状態全区域異常なしと。セキュリティ全区域オン。ゴーレム配備全区域オン。どこ、細かい数字や記号みたいだな。あ、そう。あ、そう。で、こっちは一応何の施設なのかなって。中央と。お？なんかすんごいとこ来たよって。あ、なんかあるってことはこの先に何かあるよ。で、その前にこれ、あ、やっぱりそうやった。3000TV、ありがて。お、何？ライガ専用のハイパワーアクセル。おお、こういうところでね、ライ出てくんのかい。ちょっと待て。あのさ、
出てくるところわきまえて。なんか新しいやつ出てきた。新しい出てきたよ。え、何こいつ。そこウェイ、おい、さあ、2匹決めた、おいさあ、いいね。そこまで強くないによな、なんとなくな。よっしゃ、ほら、いいね。おー、経験値すごい、ほんま。ちょっと待てよ、一旦こっちで VP 回復させて、で、あとは これね、成長というかスキルで、今なんかライガー習得のやつ来たから、ハイパワーアクセル OK。 これで、あとは装備でスキル OK。 バリアアクセル 25%、 ハイパワーアクセル自分のパラメータは 50% か。あー、そういうパターンね。ならブレードと変えとこう。ブレードはそこまでね、使うこともないんでね。ハイブレードあるから。あとちょっとね、成長させておきましょう。なんかボス戦近いような気するし、直接こいつやっとこう。オッケー、300いった。いいね。素早さもこっち、ちょっとな、預けとかんと。で、あとは、直接を。やっぱね、直接が一番攻撃の起点になってくるところやから。まあ関節もあるんやけど、まあほとんど直接でいいよなっていう。あ、関節残った。もうこれいらん。これは、ええ、なんか一瞬変だった。一瞬変だったよ。おい、でどこにある。左足です。こいつもね、なんか均等に上げてるんですけど、直接をね、やっぱ上げていかんと。で、関節はちょっと上げておこう。じゃあこれでいきましょう。どうだ、これで。こっちは何がある。スキルジェムがあんのか。まあそれはね、まあ敵を勝ってスキルを集めた方が早いし、ここら辺のやつをちょいと。リターンパウダーは買っといて、エーテルレギットもちょっと買っておこうか。 OK、 これでいいや。じゃあ行こう。絶対何かある、この先。出てきた、出てくんなよって、なんとなく頭の中で思っとったら出てきやがった。マジか、これなんか新しい敵おるし、ほんまに。何やの気持ち悪い動き方をしてる敵は。おさ、何そっちかい。おー、でも惜しい。お、ポイズン、ちょっと怖い。おさ、どうだ。終わりか。あ、ほんまに終わった。これで終わりだって言ったらほんまに終わった。うわ、経験値すごっ。SP もすごっ。 TB ヒック TB ヒックっていうのはほんま、この先何かあるやんな絶対な。怖いね、ほんま。おー、いや、ナウローディングね。うん、なんかちょっと焦った一瞬な。あん、あん、今の、あんたらも聞いただろ。ええ、そうね、聞こえたわ。犬の鳴き声でしたな。絶対コウタだよ。早く行こうぜ。コウタか、ほんまに。ちょっと怖いわそれ。絶対違うやん。は？何？何が起こった。え、え、ゴーレム生成されてる。この部屋は。ねえ、この辺りの標本って腕ばかりね。腕ばかり。ああ、この標本、みんな俺の右腕と似てる。一体どういうことだ。ほう、ま
まさか生きていたとはね。誰だ。え、悪運の強い。え、こう、え、右腕の加護の賜物か。はぁ、え、なにこいつ、え、誰、あんた、こう、先生。いや、これデビルゴーレムに、え、どういうことこいつ。いや、アツマ君、君が生きていてくれて嬉しいよ。何しろ右腕を探す手間が省けた。右腕？それの右腕がどうしたって言うんですか。それになぜここに先生がいるんです。せやんね。うわ、笑い方が不気味。よろしい、ならば教えてやろう。先生、私の目的は魔道の力を極め、太古の技術を現代によみがえらせる。そのために必要な二つ。横浜シティに封印されしデビルゴーレム、クイーンオブアイス。なんだって。だが言葉で言うほど彼女の復活は簡単ではなくてね。難中したよ。え、封印されたデビルゴーレムを再起動するには、お前ロシア技か。その魔導機に匹敵する力を持つ者との共振が必要に。魔導機、あー、じゃ、まさか右腕って、アスマの右腕って魔導機やったんや。俺が、ご名答、君にしてはよくできた答えだ。そう、彼女を覚醒する鍵、それは君のその右腕さ。じゃ、奴が覚醒したのは俺のせいだって言うのか。今さら後悔かね。すでに君はその力で多くの人を犠牲にしているじゃないか。そんなことは俺はやってない。まだ記憶は戻っていないのか。記憶？俺が何をしたんだ、教えてくれ、ゴー先生。一つ聞きたい。横浜シティのゴーレムを暴走させた、お前か。その通り、私が暴走を引き起こした。アツマ君を追い込み、右腕を覚醒させるために。それでゴーレムに町を襲わせたの？なんてひどいこと。程度の低い者の発想はいつは陳腐で困る。いや、お前の方が低いて発想。なんだって。偉大な魔導の力の復活、すべてはその偉業をなすため。この程度の犠牲、大したことではない。いやいやいや、大きい。貴様ら学園の生徒も全てモルモットに過ぎ。うわ、言いやがったこいつ、モルモットって。うわ、こいつら、こいつ嫌いやわ。世界各地から集められたとびきり優秀なモルモットだ。うわ、ふざけるな。みんなの命を何だと思ってるんだ。ただの平気ごときが聞いた風なことを抜かすな。兵器言われどんでも嫌や。もう兵器だと、何の話だ。俺は人間だ。俺は人間だだと。お前が兵器であることはこの私はもちろん、そちらのお嬢さんもよくご存知のはずだ。あ、そうか。ドクターコー、どこかで聞いた名だと思ったら、あなたもあの時の演習に。演習？そう、その時お前は演習という名の殺戮を行った。え、殺戮？思い出すがいい。その時お前は彼女を。俺がクリン。俺は圧も壊れた。大丈夫？大丈夫ではないわな。うん。なんとなく分かってはいたんやけど。こうが、あのこうが、悪役やったとは。まあ、見た感じそうやったけどな。うん。見た目からしてさ。
時のアツマは記憶ないんか。なるほど、これは隔離経験した一部か。そういうことな。一発で全部のゴーレム投げ払ってな。やばいやろ。え、でどうなったん。アツマはどうなったの。何これ、これは記憶の断片の一部。大丈夫。カリカリ、俺あんたに思い出したのね。俺ごめん。殴らせて、鳩で一発ぶん殴らせてくれる。それでチャラにしてあげるわ。それでチャラ。そうよ、それでいいでしょ。ありがとう。殴るって言ってるんだから、お礼を言われる筋合いはないわよ。私は後であなたをぶん殴るのよ、アツマ。ぶん殴るなよ、やろね。何。いや、ちゃんと名前呼んでくれたの初めてだと思ってさ。そうだっけ。こうはどうなった。興味もない記憶が戻ったという。まだ人間ぶっているのはなぜだ。そういえばあなたをぶん殴る前に先にやっつけないといけない奴がいるみたいですな。アツマ君、君は随分と人間らしくなったよ。先生は嬉しい。怖い。こうだ。人間の君はこれを見たら一体どんな反応を見せてくれる。それ。え、なに。え、あ、なに、どうなった。ちょっと怖いんやけど。え、いやちょい待て、なんか魔剣みたいな感じのやつが出てきたよ。コウタ、てめえコウタをよけろ。さあどうする。人間だった自分の愛犬は殺せない。ゲスね。ゲスね。もう言いたいことそのまま言ってくれたらいいが。アツマ、もうこの子に理性は残ってない。やるしかないわよ。マジか。え、どんだけ強い。どんだけ強い。それ見させて。ステータス、相手のステータスって見れたっけ。不意を疲れた。はぁ、はぁ、痛い。 U308。 はぁ、いやちょっと待て。マジ待て。アクアミストか。ちょっと待て、
ローエングリーやるのもなんか嫌やしな。 DP のハイリターンダンスこれいらんやろ。ポイズンミストに行くか。ハイショット、ハイショットで行ってスラッシュ行くかね。よっしゃ、まだなんとか、あ、よっしゃ、おい、128、これで一旦オートでやってみよう。どうなるかな。おっしゃ、あ、こいつはちょっとヘボいな、うん、いや、ヘボくはなかったよ。ハイリターンダンス、え、ブブ、え、なんで EP 227やろ、え、200、え、 EP、 え、なんで、あー、そういうことか。なんとなく今理解した。そういうことなのか。そっしゃ、まあスラッシュ、スラッシュやっていこう。で、アツマはちょっと待って、前に行かせて、オッケー、これでオッケー、元気になって、回復、オッケー、いいね、素晴らしい。で、死んだってことはなかった。お、すげえ、奇跡起きた。立ち残ってた。あ、違う、こっちがポイズンミストで行くか。ダリアシールズはハイショット、ライガはキボパウダーを使っていこう。オッケー、よっしゃ、お、終わった。いや、終わってないんか、マジか、えいしょい、頑張って。これは無理。あ、終わった終わった終わった、よかった、怖かった。うわ、経験値1800、うわ、すごい、 SP もすごい。コータ、コータ、コータやろ、まだ、わあ、やべえ、なんか泣けてくる。アツマか、君もなかなか強情だね。そろそろ化けの皮を剥がしたらどうだ。君は人間じゃないんだよ、兵器なんだよ。こいつ純度 100% のゲス野郎ね。純度 100% って面白い言い方するな、お前。ギョイ、こうだ、理解に苦しむ。アツマ、君は兵器だって言ってるだろ。そんな何の役にも立たない犬っころが死んだぐらいで、何をそんなに悲しんでいるんだね。たかが犬っころだよ。こいつ腹立つわ。たかがだと、てめえ、てめえはもう土下座したって許さねえぞ。そうそう、その息だ。さあ、来たまえ、集まれ。とっておきのもてなしを用意しているんだ。待ちやがれ。待ちなさい、アツマ、罠よ。あ、あかん、あ、え、あれ、なんでカリンだけしかおらんの。ちょっと、なんなのよこれは。冗談じゃないわよ、開けなさいよ。あ、痛そう足、痛そう足。ゴンって言ってたもんな、ね、今。ご視聴ありがとうございました。もしよければね、チャンネル登録のところを3回ポチって登録お願いいたします。 Twitter の方も同じでね、3回ポチってフォローお願いいたします。
僕はね、YouTube 上でゲームタイトル五条縛りというものをね、主にやっております。詳細はね、概要欄のところにパート1を集めた再生リストの URL と、Twitter の URL とともに書いてありますので、見てください。では、さらば。